皆さんこんにちは、今日は特攻隊に覚醒剤入りチョコレートについてということでお話ししようと思います。昨日ですね、8月17日に、特攻隊に覚醒剤入りのチョコレートが支給され、まあそれがね最後の食事で、まあそれを食べて飛び立っていたという、まあ、記事が出たんですよね。でまあその記事見て、まあ私はですね以前にもまあ同じような内容の記事を見たことがあるんですよね。その記憶によると、そのなんかね女子生徒がその工場作業所で先輩にチョコレートを食べさせられるっていうね。で食べさせられるとカーッと熱くなったから覚醒剤だっていうね、まあそういう話だったと思うんですよね。でまあそれ記事読んで、その記事読んだ時思ったんですよね。なんで食べるんだよって、なんかしかもそのね、なんで新入りに食べさせるんだよっていう話なんですよね。でまあそのでそもそも覚醒剤って食べるとカーッと熱くなるのっていう話なんですよね。そのウイスキー入りボンボンじゃなかったのとかいうね、そういうまあ変な話だなと思って、ほんまかいなと思った記憶があるんですよね。まあそのでまあその過去の記事、まあどの記事だったのかは正確に覚えてないけど、まあ過去記事をね検索した、さっき検索したんですよね。でまあ去年のまあ8月15日の記事がヒットしたので、まあこれをねまあ見ていこうと思います。47ニュースっていうまあメディアみたいですよね。でタイトルは、これだけあった特攻隊員に覚醒剤下道の証拠、チョコを包むのを見た証言から元教員が追跡っていう、まあ、タイトルなんですよね。でまあこの去年の8月15日の記事は、C、まあ、著作権は、一般社団法人、まあ、共同通信社とあるし、署名記事なんですね。マシタ州かな、まあ共同通信社記者という、まあ、署名記事になっております。でまあその引用すると、出撃前の特攻隊員には覚醒剤ヒロポンが与えられていた。この問題は真正面から研究された様子がないが、大阪の元中学教員の大川文夫さん過去71歳は勤労奉仕で覚醒剤入りのチョコレートを包む作業に従事した女学生の実体験を知ったことをきっかけに独自に調べ、このほど冊子にまとめた。だから、大川文夫さんがその女学生の実体験を聞いて、いろいろ調べて冊子にまとめたっていうことになるんですね。じゃあこのまあ元中学教員の大川文夫氏で、まあ大川文夫スペース日教組でまあね、試みに検索してみると、まあ多数ヒットしたんですよね。だからまあこの方は日教組の方なんですよね。でまあしかも活発に活動している方、まあ社会運動家、日教組の活動家と言っていいお方だと思います。でまあそのね、まあ多数ヒットしたので、まあ検索ググっていただければいいと思うんですけど、まあ一つね、取り上げると、なんかね、こんなページがあったんですよね。道徳教科書問題について考える大川文夫さんとともに、元中学校教員、子どもたちに渡すな、危ない教科書大阪の会。なんかこの大阪の会っていうのに、まあ、大川文夫さんが所属されているっていうことみたいなんですね。なんか教科書道徳教育って書いてあって、で阿波地域の道徳教科書採用過程についての報告、安田美幸過去南房総市市議よりっていうね、まあ、1枚目に書いてあって、2枚目に大川文夫さんからのメッセージって、まあ、書いてあって、でまあ、その中に大阪府、中学校社会科教員になってからは日教組の教え子を再び戦場に送るなというスローガンに共鳴して平和教育や人権教育に取り組んできました。はい、日教組の方ですよね。でまあ南房総の様子を聞かせていただいて交流ができたらと思っています。だから大川文夫さんが交流したいなと思っているこの安田美幸市議は、安田美幸でね、お名前で検索すると、はい、日本共産党の市議であるということで、まあそのね、日教組の方で、まあね、共産党とも交流がある、まあ交流したいっていうお方だということが、まあ分かったんですよね。で、まあそのね、去年の8月18 15日の記事に戻ると、2016年9月大川さんは、平和学習会で戦争体験者から思いがけない話を聞いた。兵隊さんに送るチョコを包む
ごとと言われプレハブ工場に連れて行かれました。チョコを一口食べカッと体が熱くなったのを覚えています。大阪府高槻市在住の梅田和子さん90は、1945年の春茨城高等女学校現在の府立春日丘高校の学生だったっていうね。だからまあその、まあ、2016年に聞いたということで、まあ結構新しい話なんですよね。でまあ梅田氏もそのまあ平和学習会で聞いたっていうことはに参加していたっていうことになるんですよね。だからまあ、この梅田氏という方も日教とつながりの人ではないかと、まあ一応推測できるんじゃないかなと思います。まあそのまあこの梅田和子氏がまあどういう方かはまあまあね、その学生だったっていうこと以外は情報がないのでまあ分かりません。でまあこの、記事によると茨城工場では、工場には食料補給機関の支所が置かれ、校舎も軍需工場として稼働していた。運動場の片隅に小さなプレハブ小屋が建てられ、梅田さんは包装作業をしながら勤労奉仕の女学生らを監督する任務に就かされた。女学生らは15センチほどの棒状のチョコバーをクラフト紙に包んでいた。チョコバーには菊の御紋がついていた。初日梅田さんは上級生らに校舎の屋上に呼び出され、これを食べろと迫られた。戦時中は裕福な家庭でもめったに食べられなかったチョコ、一口食べるとカッと体が熱くなったことを今でも鮮明に覚えている。上級生らは特攻隊が最後に食べるもので何か入っているみたい、食べたからにはお前も同罪、先生には絶対に言うなと口止めした。でまあ変な話、まあさっきも言ったんですけど、そのなんで食べるんだよそんな貴重なものを、ですよね。でまあしかもなんで新入りに食べさせるんだよっていうね話なんですよね。もう新入り初日ですよねにいきなり食べさせてというね。でカッと体を熱くなったから覚醒剤だっていう、まあ、記事の内容だと思うんですけど、覚醒剤って食べるとカッと熱くなるんですかね。そのウイスキー入りボンボンならまあね、ちょっとアルコールだからカッと熱くなるみたいなね。カッと熱くなるっていうのは、まあ、アルコールの場合に、まあ、よく使われる表現なんじゃないかなと思います。まあ、覚醒剤を食べて体が熱くなるかどうかは、まあ、私ね食べたことないので知らないんですけど、まあなんかあんまり聞かないと思うんですよね。なんかその、まあ覚醒剤はやばいっていうね、まあ話はね。でそのね、まあ田代正史さんとかね、いろんな人のね、まあ動画見たことあるんですけど、カッと熱くなったっていうのはまああんまり記憶にないなと思うんですよね。まあ食べたらカッと熱くなったから覚醒剤っていうのはちょっとなんかそうなんかなっていう疑問がありますよね。で、まあ、同級生らは特攻隊が最後に食べるもので何か入っているみたい、何か入っているみたいと言われたから覚醒剤だっていうね。いや、それ何かが入っている、まあ何か入っている、と思うんですけど、何か入っているみたいだから覚醒剤っていうのはね、まあよくわからないなっていうことで。でまあしかもこの生地15センチほどの棒状のチョコバーをクラフト紙に包んでいた。でもこの前の段階ではどうあるかっていうと、特攻隊が出撃前に食べるための覚醒剤入りのチョコかっこチューブ型かっこ閉じるが保管されていたようだ。チューブ型なのかチョコバーなのかね、チューブ型ならまあそのなんていうかその、まあ、クリームみたいな、クリームほど柔らかくはないんだろうけど、まあ、クリームっぽいんですよね。だからクラフト紙で包めるチョコバーではないですよね。どっちなんかなっていうね。でチューブ型のチョコバーになんかね焼いて変えたんかなとかいう、まあちょっと本当によくわからない話になっている。まあ私にはわからないですよね。まあチューブなのかチョコバーなのかわからない。でまあそのね、まあこのね、梅田氏の話を聞いた大岡氏が、教員として生徒を送り出してきた身近な高校で過去にこのような出来事があったことに大岡さんは衝撃を受けた。背景や実態を調べようと思い立ち、最初に参考にした本が50年前日本空軍が作った機能性食品という本でね、陸軍航空技術研究所東京立川市の研究員として戦時中航空隊の蛍光食開発に従事していた、
岩垂宗次氏が93年にまとめた著書ということで、まあ、岩垂って読むのかよくわからない、まあ、岩垂宗次氏とまあ読んでおきます。まあ、この93年にまとめた著書ってあるのがまあ気になるんですよね。93年というのはまあ1993年で、まあ、平成5年なんですよね。で、上村隆記者による朝日新聞の従軍慰安婦強制連行のね、記事がの書出が、平成3年、西暦1991年の8月11日と、12月25日なんですよね。まあ、その2年後なんですよね。だからもう当時のもう社会の雰囲気は朝日新聞がまあ先頭に立って、まあ、朝日新聞などが先頭に立ってもうね夜を明けてもう従軍慰安婦だ強制連行だというもう毎日毎日ねやっていた時代なんですよね。まあそういう社会なんですよね。まあ旧日本軍のことを悪く言うなんかね、情報はもうね、神聖なる真実三千たる輝く真実ということになって、まあ、それと相入れない情報いやそれ、なんか違うんじゃないのとかいう人はもう軍国主義の悪魔みたいなねもうレッテルを貼られてもうボコボコにされてっていうね、まあ、糾弾されていたっていう、まあ、自動的にそういうのは嘘ということになってたっていう、まあ、そういう勢力がね、まあ、はびこっていた時代なんですよね。まあ、この時代のに、まあ、初出の情報である、まあ、この頃に初出っていうのはまあ注意が必要だなというふうに思います。でまあそのねまあ、まあ結局ね特攻隊は出撃前にそのね覚醒剤入れのチョコレートを食べたのかっていう話なんですね。でまあそのね昨日の記事8月17日の記事を見ます。MBS ニュースっていう、まあメディアが伝えている。でタイトルは、特攻隊の覚醒剤チョコ最後の食事だったのか。記録には残されず食べた瞬間にカーッときました。食料工場の女性や軍医の証言、まあ記録には残されずって、まあ、タイトルにはあるんですよね。でまあその、記事を読むとその特攻隊員が出撃前に最後の食事として口にしていた可能性があるというのが覚醒剤入りのチョコレート、記録に残されなかった覚醒剤チョコを取材しました。まあ書き方がねちょっとせこいですね。可能性があるっていうまあ事実であるとは書いていないんですよね。でまあ、登場するのが梅田和子さん91、まあね去年90だから、まあ、今年は91になられています。終戦の年の、1945年の2月頃、疎開先近くの茨城高等女学校に転校しました。学校は兵隊の食料工場になっていて梅田さんはチョコレートを紙に包む作業を命じられたといいます。そのチョコを上級生から命令されて食べた日が忘れられません。梅田和子さん、チョコを食べた瞬間にカーッときましたね。ちょっとおかしい、普通のチョコレートじゃないなと分かりました。チョコレートカッコを食べたらカッコ閉じる、クラッとしたとカッコ父にカッコ閉じるに、父にカッコ閉じる言ったら父はヒロポンカッ覚醒剤覚醒剤でも入っているんだろうなと、まあ、こういうふうにね梅田和子さんが、おっしゃったと。で、記事は、チョコレートにヒロポン覚醒剤が入っていたというんです。今度はお父さんがね、去年の記事じゃ登場しなかったお父さんが登場してヒロポンでも入っているんだろうなというお父さんの証言がまあ根拠になってるんですね。なんで去年出てこなかったのっていう話なんですけど、まあまあ、記事ではチョコレートにヒロポンが入っていたというのですっていうね、まあ、ここもちょっとねずるい書き方ですね。入っていましたとは書いていないんですよね。まあ、あまり責任負いたくないなみたいなそんな、なんか印象も受けます。で続きます。梅田和子さん、かっこ先生からはかっこ閉じる、軍隊へ兵隊さんに送るんだと言われましたね。上級生は特攻隊員が死ぬ前に食べていくんだよと言われましたね。上級生からは何だろうと思うんですけどね、だから大事なチョコレートだって。で特攻隊員の最後の食事だったという覚醒剤チョコ、どんなものだったのでしょうか、梅田さんに絵を描いていただきましたみたいなね記事で、まあ、写真も載ってるんですよね。その梅田さんが描いた絵、まあ棒状のものチョコバーみたいな感じかなっていう、まあその辺なんか簡単な絵なのでまあよくわからないんですけど、まあね、だからお父さんがヒロポンでも入っているんだろうなという、
それがまあ根拠になっているみたいなんですよね。でまあ記録に残ってないっていうことなんですよね。で、まあ次の、ページに飛ぶと記事の続きですよね。覚醒剤は危険薬物という認識はなく市販もされて広く一般で使われていたといいます。実際当時のチラシには次のように書かれています。ヒロポンの当時のチラシ、戦時活動への拍車、疲労の防止と回復にっていう、まあ、栄養剤みたいなね、そんな感じ、まあ、一般に売られていたんですよね。で、特攻隊員に覚醒剤チョコを食べさせていたのか梅田さんが描いた絵を見てもらいました。かっこ北玉薬剤師会平井優あり会長、タムツーかな、うん、まあ会長、特攻隊に使われた可能性はありますよね。お菓子と一緒に出した可能性はあるかもしれないけどね、記録はまず残っていないでしょう。ここでも記録は見つかりませんでした。ただ当時軍が覚醒剤を使用していたという記録は残っていたことが分かりました。軍と覚醒剤のつながりが浮かび上がってきたのです。で、まあこの記録は見つかりませんでした、で記録は残っていた、この記録っていうのはその証言する軍医さんのことみたいなんですよね。でまあその記事には、特攻隊に覚醒剤を注射していた元軍医、本当にかわいそうで仕方ない、その答えを知る人が新潟県にいました。神原博さん98歳は、1945年多くの特攻隊員が飛び立った鹿児島県にある海軍の航空基地で軍医をしていました。そこで出撃前の特攻隊員に覚醒剤を注射していたと証言します。神原博さん、僕は初めはヒロポンとは知らなかったわけですよ。黒いケースに10本アンプルが入っていて、説明書にはただ筋肉内注射しろと、出発前にやれという命令だけでよくわからなかった。だから説明書には筋肉内注射しろとしか書いてなかったらしいんですね。で、上官の命令で約300人の特攻隊員に覚醒剤とは知らずに注射をしていたといいます。その目的は…神原博さん、眠らないためということが主目的でしたね。戦闘力というか興奮させるといいますからね、そういうものを増進させることが目的だったようですね。僕は初めはヒロポンとは知らなかったわけですよ、とは言ってるんですよね。この神原氏引用されてると言ってると、まあ記事にあるんですよね。ただそのじゃあそのなんでヒロポンかと分かった経緯ですよね。ヒロポンだと知った経緯がすっぽり抜けているんですよね。なのにその記事のその文では覚醒剤とは知らずに注射をしていたと言います。いや、この証言なら中身を知らない注射を打っていたと言いますとしか書けないと思うんですね。一番大事なヒロポンだと知った経緯がないと、ヒロポンだという証言にはならないと思うんですよね。ところがそこが、すっぽり、抜けてるんですよね。でまあ本当にかわいそうで仕方ないというふうに、まあ、言ってるということなんですけど、そのね一番大事なことがなんで抜けてるのか、まあなんかこういうの大事なところですよね。ヒロポンだとこういう経緯で分かったんですとか本当に言ってたらそこ書くと思うんですよね。だってそこが大事だから。それなのになんか中身を知らなかったという証言しか書いていないということで、なんか、不思議な、記事になっております。でまあそのね、去年の記事見た時にね、なんかそのなんか不審な感じがしたんですよね。本当かなっていうね、なんか嘘くさいようなね、そんな、気がして、いろいろね検索してね去年調べたんですよね。でまあ昨日の記事見て、まあ、あの時検索したのまだあるかなと思ってまた検索すると、まあ、ウィキペディアのね、覚醒剤のページにね、まあ、ちょっとした関連したところがあるんですよね。でまあそのウィキペディアのページの歴史の項目の、さらに、日本での覚醒剤の歴史の項目の中の第二次世界大戦中ところに、まあ、こんな風に書いてるんですよね。まあパイロットの塩などと呼ばれるほど塩並みのパイロットに必需品として使用されていたドイツ空軍に習って、まあこれも本当か嘘かわからないですよね。日本軍においても、航空機パイロットに対しても支給され、戦闘機パイロットにはナチスドイツよりのなんちゃらの情報をもとにして生産されたヒロポン入りチョコレートが疲労回復目的で支給されていた
で、まあ、ここに25、26、27と、まあ、あって、まあ、その25が、さっき見たところその大川さんがその参考にした、50年前日本空軍が作った機能性食品っていうね、まあ平成5年の、まあまあ、文書冊子ですかね、本ということになっております。で、まあ、その、また大空の侍、酒井三郎中尉も、まあ、ラバウルで連日激しい空中戦を戦っていた際に疲労回復のブドウ糖と一緒に、ヒロポンを注射したと戦後に軍医に明かされたと証言しているというね、まあそういうふうに括弧28っていうふうに書いてあるんですよね。で、まあ、この、まあ、最後の方にですね、なんか B29 を6機も撃墜した2人のペアが夜間視力が向上するとのことで、ナチスドイツより輸入された暗視ホルモンという名前のメタンフェタミンを注射され、戦後その副作用に苦しめられたとされるっていうね。ただし戦後に GHQ に接収された海軍航空技術省の資料によれば、暗視ホルモンの成分は牛や豚の脳下垂体から抽出されたメラフォーレンホルモンとされ、ナチスドイツからの輸入品ではなく日本国内で製造され、台湾沖航空船ですでに使用されており、副作用等の毒性はないものであるというふうな、まあそういうふうにはもう書いてあるんですよね。だから、覚醒剤ではなくて、そのね、メラノフォーレンホルモンっていうね、であるっていう記述もあるんですよね。だから覚醒剤なのか、この、ホルモンなのかですよね。で、まあ、そのね、去年の8月15日の記事と、まあ、昨日の記事に出てくる人ですよね。まあ、その、大川文雄氏は、なんかね、その、さっき見た、安田氏の、にあったメッセージの中には、学生時代から、ベトナム反戦運動に、取り組んでいましたとか、もう、なんていうか、年季の入った、まあ、左翼系の、まあ活動をしている方なんですね、運動家なんですよね。だから、まあ、どうしてもそっちの方でね、見る方なんじゃないかなと思うんですね、まあ、世界観というかね、社会観が、歴史観が。で、まあ、その、まあ、93年ですかね、平成初期の頃の、まあ、社会状況を勘案すると、まあ、結構ね、まあ、信用性は、まあ、私から見ると、あんまり信用、すぐ信用はできないかなという、まあ信用性は下がるかなと思うんですね。ただ、まあ他方で、まあヒロポンがね、合法だったのも事実なんですよね。だから、まあそれね、合法だったものが使われていたっていう、まあ可能性もあると言われれば、まあ確かにその可能性もあるかもなとは思うんですよね。まあどちらとも言えないなっていうのが、まあ私の印象なんですけど、ただ、まあこの記事だけで真実である、とは、まあ、私は思えないっていうのが、まあ結論になるんですよね。だから、まあそのもしね、そのチョコがね、作られていて、まあ、覚醒剤が入っててね、菊の御紋がついていたっていうね、まあ、この記事の通りだったと。で、まあ、支給されたなら、まあね、写真でも残っていそうなものなんですね。なぜなら当時はそのね、記事にもあった通りね、その、まあ、疲労回復のね、単なる、まあ、栄養剤だったから、それを隠す理由なんか一つもないんですよね。だから最後にね、これいただきましたとかね、食べます。とかね、そういう写真でもね、残っていても、まあおかしくないと思うんですね。その特攻隊がね、出撃前のね、水杯、多分水、お酒じゃないと思うんですけどね、まあ、水杯も最後の一杯っていうのはね、残ってるんですね。で、まあそんなにね、貴重なものが支給されて、まあね、それはまあチョコレートだしね、嬉しいと思うんですよね。それを食べたならね、とかね、その残ってそうなものですけど、まあ見た記憶はないんですよね。まあ写真でも残ってそうなのに残ってない、水さつかずきとかね、残ってるから、ね、最後の写真とかね、残ってそうなのに残ってないし、そのね、支給されてこういうね、豪華なチョコをいただきました、菊の御紋がついていますね、そのとかね、そういう手紙でも残ってそうなものだけど、まあそういうね、手紙とかね、文章もまあ見た記憶はないんで、まあこんなこと言ったらね、なんかどっかから見つかったぜみたいなね、そういうなんか出てきそうで、まあ怖いんですけど、まあそういうことを考えると、まあ特攻隊に覚醒剤入りチョコレートっていうのは、まあ今の時点ではあんまり私は、
まあね、真実とまでは言えないかなというふうに思っております。まあ皆様のご判断にお任せします。ではご視聴ありがとうございました。